待って、なんか強そう、服が。え、なんか違うよねこれ。お、待って、鎧も来た。これってどうやったらもらえるのこの服。ちょ、なんか声がなんかすんごいボワボワなってから、あ、なんか何も何のルール説明もないまま始まったんだけど、タスク切りたかった。村人か。いや、村スラとかマジで嫌いだわ。え、すげえ、なんか特殊な服着てるやつ2人もいる。これって課金制なのかな。なんか別にそんな大した成績ではないけど、この特殊な服ってどうやってもらうんすかね。うん、微妙。00来た。20。待って、戦績がね、本当に落ちてる。なんかもう不甲斐ない、不甲斐ないというか本当に不本意な負けで、これはちょっとね、勝ちたい。そろそろ勝ちたいんだけど。え、マジで4番戻ってこなかったらさ、またさっきみたいになるよ。それだけはやめてほしい。初日神ありそう。OK。ちょ、ルール説明してほしかったし、4番いないし。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。村人陣営です。ちょっとまだ全然わからないんで、聞いてきます。お願いします。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。村人陣営。え、4番戻ってこない気、まさか。それ困んだけど。おはようございます。野村陣営、村陣営です。これから占いさん出てくるのかなって。そうですね、まだ誰も使用もしてないんで、ちょっとわかんないんで、フラットです。のプレイヤーは微妙い。あれ、9番さん飛ばしました。占い師とかだったら CO してほしいんですけど、まあないならないで、まあ僕は CO なし、村人陣営です。で、4番さんちょっと接続切れてて戻ってこないんですけど、これで新占い師とかだったらちょっとこの村ほぼ負けなんで、ちょっと困りますね。なので村スラとか絶対やめてほしいです。以上です。マジで村スラは嫌い。村すらし、お前電車で人狼すんな。はい、おはようございます。僕占い信用します。はい、よかったです。僕ちゃんと占い師なので、4番さん、セオリー通りちょっと占ったんですけど、4番さんは村でした。白でしたね。ぐらいかな。あれ、9番さんもし喋れないのであれば、今日釣り地になっちゃうよ。喋れない人を考察落とせないので色落ちないんですよ。まあな。で、わざわざそこに占いを使うメリットがないので、もしカズキンでも喋れないのであれば、ちょっと僕9釣ります。村すら知らんのか。20。ガチ初心者。ねえ、接続切んのやめてほしい。マジで負けるもの。かあ、終わりだ。お前、村すらさっき教えてもらっただろ。やべえ。やべえやつ来た。グレーから考察します。俺も真似しよう、こいつの。
な、俺？やっちゃうってことは嘘つきなのかなとちょっと思ってます。え、俺？それでね、6番、7番さんはね、すごくテンション低かったの。だからね、もっとね、頑張って。テンション上げて楽しく村やってこう。こいつやべえや。よろしく。発言してください。テンションが低い。低すぎるわ。どう？エッコラさんみたいな声に映っちゃったよ。テンション上げてくれ。これぶっ壊れてるのかな。どうしよう。俺もやろう。こいつら、こいつら繋がってるだろ。タラちゃんじゃねえか。いや、お前そこやれよ。俺も5番の真似しよう。はいはい、9番さんちょっと喋らないんで僕も、はい、9番さん釣りでいいと思います。でも567がちょっと喋り方なんか統一してたところがちょっとライン見えるのかなと思うです。みんななんでそんな声。やべえ。のプレイヤーは発言してください。まあちょっと僕甲冑着てるんで、ちょっとあんまりふざけられないんですけど。今日はそのまま9番を釣っていいかなって思ってます。そうですね。やべえ。僕真なので、狩人さんですね。必ず僕守って。この村。はい。4番が狩人さん。この村終わってるわ。4番のプレイヤーは発言してください。ちょっともうこれはもう、もう人狼とか関係なしにずっとこの会話回してたいわ。ちょ、6番じゃない、5番釣らないでほしい今日。噛むか、噛まないでほしい。5番、あ、来た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 。誰だよこいつ。ありがとう。ということで今日は九番さん釣り、ハークです。絶対この村負けるわもう。ぶっこら村になってなかったんで引き続き怪しく思ってます。6番さん、7番さん、どうぞ。どうぞじゃねえ、20目が終わんだよお前で。もう9でいいよ。何？お前、占いしようすんだよ。今するわけねえだろ。舐めてる。みんな、このゲームを。46放棄って何？あ、4は、4死んでたか。マジでやばい、この村。プッコラがやばすぎる。9番のプレイヤーは発言してください。気持ちいい。もう意味がわかんない本当に。あ、村人か俺、狩人かと思ってた。いやプッコラさんにはちょっと生き残ってほしいわ。9絶対人狼でしょこれ。無難に8とか噛んでほしい。もうプッコラ村でずっとやってたいね。あ、4でもいいな。4巻で、ちょっとみんなさ、空気読んで4巻でさ、ずっとプッコラ村で行こうぜ。普通に全然、考察が伸びないんだけど。9
急のせいで全く何も考えてなかった。9が3、4、6、ほうきで全部9。ナイスいいね、空気読んでんね。おはようございます、ディース。ロクシロ、ハーク、ディース。そうですね、今日もグレランだと思うので、皆さんの意見たくさん聞きたいです。僕が怪しいと思うのは、まあやっぱ、突然表現した6、7、2、3、5全部ディース。意味わかんねえ、この村。急に冷静になるな。急に冷静になるな。ちょ、俺だけ寒いじゃん。俺だけ寒いやつなの。4と6が、白は僕確定してるので、今日は5、7、1、2の中から、釣りたいと思ってます。で、1番さんなんですけども、そうですね、ブッコラさんの、声真似をして、ちょっと今日釣り逃げてる感じ。終わった俺、終わったわ、負けたわ。 1が5に対して殴ってるじゃないですか。ここちょっと、ライン切り見えるんですよ。1と5が 2W だとして、違う、違う、適当に言ったら全員呼んじゃった。考察伸びそうなので、とりあえず今日7、1、2の中だと僕とりあえず1、一番負けだ。そうですね、黒目に見てます。負けぐらいかな。ちょっと5番さんの、真面目な考察ちょっと気になります。4番、これもう5人狼だったらもう負けよ普通に。これ負けんの俺、おふざけが過ぎて負けんの、またマジか。5番、ちょ、5番のプレイヤーは急に真面目になんだよ。発言してください。おはようございます。5番プッコラです。タバーさん、占い結果ありがとうございました。6番さんと4番さんが白で確定ですね。 OK、 I'm OK、 OK。 でね、ちょっと真面目に考察しますよ。昨日のね、9番さんのチャット大使ですよと言ってたところで、9番強説、強人説あるかなと見てますよ。で、8番さん噛まれたわけなんですが、そこで1番さんかな、ぶっくらのこと殴ってきたね。8番を噛まれたから、違う、適当に言ったら全部呼んじゃったの。それは私に黒塗りをしてきてるのかなと見てますよ。はい、はい、ということで、私見てみると、ね、今日俺噛まれます。まだね、やっぱツーウルフいるんですよ。怖い怖い。なので、まあ、6番さん占ってくれたのはすごくいい、いい、よかった。6、7見えてないところあったからね。はい。俺占ってくれればよかったのに。今日ね、ハンターさん出てきてほしい。そうすると、かなり、また、どうすんだよ、4がハンターだったら。はい。負けだよ。ハンターさんは黙ってていいと思いますよ。わかんない。任せますけれどね。そんな感じの考察で今日見てます。まあ、2番さんが1番さんの、俺はどうすればいいのこれ。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。3番さん白だし、ありがとうございます。やっぱり5番さんの後に喋るとこんな声になるんですよ。本当に考察難しくなっちゃう。こいつ黒ちゃんだろ。1番さんがみんな怪しいって言ってるんで、僕も1番さん、ぶっこら村最高ですね。7番負けた。負けた。発言してください。じゃあ次。はい、そうですね、ハンター使用します。うわ、ハンターか。そうですね、1番さん、2番さんで、絶対俺じゃん。ハンター使用が出たらその人に、僕は入れたいと思います。以上です。投票を始めてください。これ
2でいいや。ほらじゃないべ。いや、5に入れればよかったな。いや、しくった俺から発言すんの嫌だったな、マジで、今回。はい、お別れ。終わりだよ。2が5。4放棄。2が 5? ああ。まあ、わかる。5。5くせえもん。あ、発言してください。すいません。ちょっと、真面目にやればよかったと思います。そうですね。まあ、僕にはもう、何も理解することができません。脳みそが溶けてるので、すいませんでした。はい。無理。目を閉じてください。絶対負ける、これ。最悪な。4が人狼で、3が狂人で、で、だったらまだ、いや、4、人狼だとしても生き残ってる時点できついのか。あ、もう終わりだよ。俺人狼下手なのかな。下手なのかもしれない。今まで勝ったのはまぐれなのかもしれないな。もうダメだ、下手すぎる。多分今まで勝ったのはまぐれで、そう、6人部屋で勝った戦績がちょっと積もって、今ここでちょうどよく負けて0-0に戻ろうとしている。7死んだし、多分3が7占ってるくせんだよな。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ちょっと全然わかんないですけど、やっぱ僕市民側で3番さん占い師って信じたいので、3番占い結果は、いや、2黒いな、今の発言。少なすぎる。はい、おはようございます。今日一応5番占ったんですけど、5番白なんですけど。いや、3黒いな。なので今日2番の黒釣りでお願いします。勝ち、まさか。5番さん目線で、9番が狂人あるんじゃないかって話したんですけど、多分僕、もう6、5、4で白出てるので、9番狼で見てます。なので、急に狼。いや、3これ白だったら普通に勝ちなんだけど、逆に勝っちゃう。もう4番ひどいわ。4番のせいでこれ負けもあるからな。全然接続切れはマジで困る。勝ちたい。てか、うわあ、くせえ。くせえ。もう二度とこいつとやりたくない。こいつのせいで俺釣られたもん。全然身内じゃないんだけど、2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。クセが戦略、これはこうやってちゃうとがいい。6番好きだわ、マジで。新目で見る。ただ2、もう今日は2で終了ですって。プッコラ村最高だよ、本当に。もう一回やりたいぐらいだよ。あ、聞こえない。聞こえない。これ勝てる、まさか。勝てんの、ワンチャン勝てる。あ、終わった。あ、違う。え、終わった。負けたじゃねえか、お前。ふざけんな。9番
ふざけるな本当に。本当に何なの？ありえない。ちょ、9番さんは人狼やめてくださいって言うわ。勝てるか、こんな村で。